ファッションブランド、フィルム、を立ち上げた大園さん。元の木坂46でタレントの新内舞が28日、自身のインスタグラムを更新。同じく元の木坂46メンバーでファッションブランド、フィルム、を立ち上げた大園桃子さんのポップアップショップを訪れたことを明かした。新内は、桃子のポップアップを邪魔させていただいた時の、と2枚の写真を投稿。 大園さんを中心に乃木坂46でキャプテンを務めていた秋元真夏とのサンショットを投稿した。バル、大ーソさんは乃木坂46を卒業後、ファッションブランドフィルムを立ち上げ、ブランド初のポップアップストアを3日から9日まで、東京、伊勢丹新宿店で開催していた。 信頼は、二枚目はここにシャープフィルムって出るんですーって言ってた時の瞬間。わら、と大園さんがモニターを指さす一枚も紹介。めちゃくちゃ頑張っててかっこいい桃子だったけど相変わらずおちゃめな部分もあって、ほっこりデーでしたお誘いありがとうと後輩の成長した姿を見届けたようだ。 この投稿に SNS 上では、みんな可愛すぎます。温かい空間が伝わってくる。卒業した後も仲良しなの嬉しい。でもすぎるサンショット、などの声が上がっている。